ファイヤーボールミラクルサンダーキックですね。はい、これから浦和式バーテ対決を開催したいと思います。科目でめちゃくちゃ可愛くてかっこいい、そんなレイ君と俺のこと紹介して、いつもすんごい面白いゆういち君と、ルールを簡単、バーに当てて帰ってきたのワンバンでインステップ、ネットにノーバンで5本中何本やれるか、2セットやる。まあ今日天気がちょっとどんよりしてて、僕天気の子って言われてるぐらい天気に左右される子だから、多分今日調子がいい。天かけました。僕は、まあ、少しでも多く当てたいと思います。いいね、真面目なコメントだ。じゃあこれからやっていくよ。ゴー。で、ボレーですか。木原さんのキックの印象はないの。はい、シュート性が多いからね、フォワードに出すってボールないから、まあ正直勝てるんじゃないかな。で、この前のバーテは3本しか当てなかったので、それ以上まず当てて、ボレーちょっと苦手なんですけど頑張りたいと思います。平野さんとの企画はどうですか。すごい面白いんで、引っ張っていってくれる感じがあって楽で楽しいです。あのコメントとかどうですか。まだ若い感じですか。伸びしろしかない。いや、それそうだよ。高卒でこういう舞台は本当すごい。将来化けるかもしれない。いや絶対そうですよね、うん、イケメンだし可能性は無限大、はい、イケメンだし俺の前に言っちゃダメですよ。それ金庫は危ない危ない危ない。あー動揺してる動揺してる。あーマジか、相手にならんやつだ。あー緊張してるしてる緊張してる。えぐいえぐいえぐい。これお蔵入りだ。いや、インステップ豊かな。インステップ忘れてました。今日結構皆さん見てますけど、いやっすね、帰ってほしいっす。まあじゃあ1本当ての、まあ、0.5 っすね。まあ、インステップのボレー結構ちゃんと当てるって難しいから、小味噌でやってたのにあいつ覆してきた。張り込み、そんなの簡単やん。あそこ狙ればいいだけ。すごいオーディエンスがあるんですけど、ちょっと煽ってみてください。ちょっとダメだ、もう全然ダメ、話になる。僕の1投目、ファイヤーボールミラクルサンダーキックいくよね。いや、うまい。あワンバンしてるからダメだよ。えいミートミレードサンダードインマチフロントキック。あ、結構難しいね。でも結構難しいっす。もう一回会ってみます。もう一回オーディエンス会ってみます。オーディエンス会オーディエンス会ってみますけど、結構インテル多いんだよね、今年。無理やりね、煽らせても良くないから、やっぱさ、一体よりさ、伸び伸びしていこう。すごいわ。そうですね、今は絶対決まって、今は調整できる。ちょっと弱め。わー、強いね。あ、もうやばいやばいやばい。まあでも、これぐらいの実力でもプロいけるよっていう、逆にポジティブ捉えてもらえればと思います。あどうですか、どうですか。これはやばいっすね。一瞬キックないんで、まあ、返してくれたもん。これさ、キックのところだけさ、丸々入れちゃってもいいの。この5本のうち、めっちゃ当たったやつだけ使うみたいな。そういうのやってない。あ、まあ、ここ編集なしで、ここの乗りそう。2回目強い強い強い。いやー、なんかさ、大事に蹴ってないね。思いがこもってないよ、ボールに。うん、込めよ。名前何、なんていうキックの種類。テンポが全てなのよ、やっぱり。うん、遅かった。そうそうそう。ほら、来たんじゃない。うわー、でもほら、近づいてる。うん、いやー、僕が見せるしかないということだな、これは。疲れてるっす。いつもゴール入れる方なんで、枠当てるっていうのがちょっと僕にとって難しかったかな。
もう今のさっきのねちょっと全然強かったから、はい、ちょっともうちょい舐めます感じでゴルフと一緒。結局じゃあゴルフはどんぐらいですか。ゴルフはねベスト93で、はい、まあ常に90台と言いたいとこだけどたまに100超えちゃうから、今度ぜひゴルフ企画系もやりましょうよ。はい、いきます。強いね。ゆうちか、思い込めないと。そうだね、はい、包み込むようにまろやかに。ダメだ、多分ね、テンポが大事だと思う。まいだと思う。じゃあすいません、ちょっと変えます、急遽。もう一回やらせてください、はい、左足にします。これ立たなかったらもう本当にほら、もうすごいすごいお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 いえ、よし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 、そうだね、来た。いやいいよ。おいしい。ああもう全然ダメ、今のは絶対ダメだと思ったよ。左足の自信どうですか。まあ、基本的には両利きと打ってまあバレるかな、ここで。結構うわっ、ちょっと匂わせ、今思いはこもってるし、これあ、来た。ああワンバンしちゃった。強いよ。待って、今の強いってことは弱いよ。1球ずつもう普通にバーに当たったら終わり、うん、もう苦渋の決断です、これは。どうぞ1球ずつ。あー全然振り来てないな。あー強いよ、そんなの。ここここ終わり。令和最大の戦いとも言われたね、浦和式バーテ、散々な結果になってしまって、まあ、それは俺たちの実力だし、練習していこうね。はい、練習します。まあ、僕が一番おもろいと思うのは、まあ、ピッチの状況がいろいろあると思うけど、やっぱ全面風に活用し、障害物とかも入れた、フットゴルフかな、なんかある。いや、どういうことでしょうか。そうだよね。はい、チャンネル登録、高評価、よろしくね。お願いします。ちょっと噛んだけど、許して。